どうも皆さん、こんにちは、ムハクです。ヘルバウンドやっていきます。いや、前回はゴーウェーブで終わっちゃいましたからね。で、最後の方に何ウェーブも行ったかっていうその成績が出たんですけど、隠してるつもりだったんですけどね、実はテストプレイで7ウェーブまで行ってしまっております。なので、今回は、その7ウェーブあわよくば超えを目指してやっていこうかな。というわけでテストプレイ、あの辺多分ね、敵の攻撃力が上がってるのか防御力が上がってるのか分かんないけどね、ちょっと強くなってると思うんだよね。だから極力早めに無敵を倒していった方がいいのかね、分からんが。さあ始まった、また地獄に来たぞ。ここの2つね、回復とアーマー、一定時間で確実に出てくるから、極力この辺近づいて立ち回った方が良さそうな感じがするんだが、よしよし、最初はウォーミングアップですよ。とりあえずバットゲット。ちなみにこのゲームですね、この左利き用の方でも楽しめるというね、素晴らしい、右と左に切り替えることができるっていうのと、あとは TPS モードにもできるという、屈強な男が映ってますね。 TPS はね、あんまりなんだよね。やっぱ迫力あるのは FPS モードですよ。こういうゲームは特に TPS にする意味がなさそうな感じをするからね、個人的な見解なんでね、あまり参考にしないでいただければと思います。そうこう言ってるうちに第1ウェーブが終わる。お前はバット、さらに振りかぶる、心臓取っての振りかぶり、私のバット攻撃を食らうがいい。あ、いた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 、はい、あ、まだまあいるな、ほい、よいしょ、ほら、バット勝負だ。おお、ちょっと待って、外した。ほい。ほれ。たま、集まったかな？オッケー。オッケー。思ったより、体力もアーマーも減ってないね。さあ、こういうところで湧いたやつは、これ時間経つと消えるのかな？消えなかったら逆にこういうところを極力潰して、アイテムを置いてた方が良さそうだからな。あは？オッケー。先にショットガンをいただく。そして弾回収。あそこにある心臓ちょっとテストで置いておこうか。ずっと残ってるのか、それとも時間が経つと勝手に消えるのか、見る余裕があればちょっと見てみようかな、とで。ほい。ほい。こいつでいこうか。前方に敵。敵一人一人によってもね、体力というか、違うからね。バット持ってるやつは2発で死んで、こういう武器持ってるやつはだいたい3、4発ぐらいかな、確か。でこいつはね、結構撃たないと
5発以上か。打たないと倒れない。うおー、人差し指が鍛えられる。OK、えオッケー、人差し指が疲れる。なくなったね、弾。うん、おうおうおお、見事に敵同士でやっちゃってるよ。アーマー回収。あー、消えちゃうか。なるほどね。次のつぼみが入ると消えちゃう、そういうことか。早いね、なんかもうだいぶ手慣れてきた感じだね。で次でサブマシンガン、マシンガンアサルトが手に入るから、ゲット次第弾を回収すると。おうおう、あ、敵から拾わなくても出てくんのか。なんか敵から拾って初めてあそこに出るのかと思ったけど、そういうわけじゃないのね。なるほどなるほど。新たな収穫、どこだ。マップがあればね、敵の位置把握できるから楽そうな感じはするんだけどね。まあ、この手のゲームはマップはないからね、基本。OK。来た、いた、いた。バット持ってるやつが意外に足速いんだよね。前回は結構このバット野郎に行き先を阻まれてね、ちょっと攻撃を受けまくったっていうのがあったから、バットも見つけ次第片付けていきたい。お前のことだ。まだ1匹、2匹、あ、3匹。ほい。うれ。ジャンプショットだ。そろそろショットガンちょっとしんどくなってきたね。マシンガンに変えようかな。弾もう溜まってるでしょ。 OK、 まとめて片付けてやる。 OK、 素晴らしい。OK、 OK、弾と回復と、よしよしよし、初っ端はこいつでちょっと頑張ろうか。人差し指が死にそうだけど、間違えたね。危ない。あー、人差し指がきちい。なかなかいいんじゃないの、この速さ。
疲れてきた、人差し指が疲れてきた。ああ、バット、ゴブリンバット、やばいやばい。ああ、でもそんなにダメージ受けてないな。こいつが湧いた。おお、人差し指がしんどい。ちょっと待ってくれ。あ、なくなった。打ちまくる。なかなかいいんじゃないのこれ。なんかリスポンと同時にやれてるみたいな感じ。弾回収して、あ、だいぶもう終わるんじゃない。第4ウェーブ、うん、ちょっと待って。いや、そうでもないな。弾がもうない。全然管理しなかった、バカ野郎。あー、だからマップを嫌な予感。せめて6ウェーブまで行きたい。 OK、 ナイス。次、よし、もう残りあと1匹ぐらいじゃないかな。その間にちょっとアイテムを回収、回復等を全部回収しといて。どこにいる。まあまあ、こちらとしてはありがたいからね。多分どっかで引っかかってるっぽいね。ん？ああ、あそこか。よし、今のうちに、ちょっと弾をね、マックス？はんはん。まあ大丈夫か。ドロボード。さあ、問題の、第5ウェーブだ。ロケットランチャーぶっぱでいいかな。さあ、来いよ。あ、こういうサブ攻撃みたいなやつもあるんだ。バッカ野郎、これめっちゃ使えるじゃないか。あは、近づ、うん、いた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 。近づいてくるやつは一匹残らず片付けるぜ。あ、なくなった。極力早めに片付ける。なるほど、サブ攻撃的なやつがあるのか。もう普通にこの覗き込むだけのものだと思ってたよ。よし、弾回収してショットガンに切り替える。投げる、ふい。早く片付けるんだ、お前のことだ。はい、よし、素晴らしい。 OK、 おー、いる。バカ、うー、待って、近すぎる俺。あ、ちょっと待って、バカ、お湯に浸かっちゃった。なんで燃えてるから。待って、体力、また同じとこで終わる。真っ正面突っ込むの、バカ。ほい、ほい。ちょっと待って、ちょっと待って、引っかかった、また同じところで終わったよ。うわー、これはほんと難しいね。逆に動き回らない方がいいのか。いや、でも動き回らないと格好の的だもんな。これはちょっと、うん、参ったね。